はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシローカンナでございます。それではコズミックファンタジー2の続きからやっていきましょう。前回は大変集大をお見せしました。はい、迷い迷って僕らして、ついにここ西のレジスタンス本部まで到着しましたので、レジスタンスのリーダーに会いに行きましょうなんですが、なんか見たことあるよねこの人。ジーラさん、一体どうしてここに。やっぱジーラさんじゃん。いやリム、こんなところで会うなんて思わなかったよ。私はここのレジスタンスを合流するためこちらに向かってたんだが、途中怪物たちに待ち伏せされて仲間をみんなやられてしまった。みんな待ち伏せされてるから絶対裏切り者おるよ。マジでジーラさん、仲間になろう。一緒に行こう。彼も倒そう。あんまりキャンプなんかうろつかんでくれよ。我々は遊びに付き合ってる暇はないぞ。あやと、しばくぞ。君たち来るときに敵に後をつけられたりしなかっただろうね。もう私は責任を持てんよ。なんだこの幹部、なんか昇進もばっかりじゃないか。リーダー、お前リーダーって名前か。君たちがバン君にリムさんか。ミランから話は聞いているよ。ここにいれば安全だ。ゆっくりしていくといい。他の客人方と一緒にね。他の客人方が怖いんだけどな。じゃあどうしたらいい？よろしくね、バン。私はジーラ。昔は田舎貴族。今はハンガラム軍の一員さ。ありがとう、よろしくね。よろしくね、ジーラさん。で、どうしたらええ？ミランに話しかけたらええんかな？ミラン？ミラン、うっしゃい。リーダーのとこ行ってきたよ。どうしたらいいの？どうしたらいいの？ジャック？いや、レム、俺だよ。安かに助けてもらったレジスタンスのジャックだよ。おったな、そんなやつ。久しぶりだな。そうそう、あの時のお礼をしなくてね。セレナちゃんから作り方を教えてもらったんだ。よかったら受け取ってくれよ。ありがとう。無限にくれる。無限にくれる。別にいい。別にいい。アイテム圧迫なんだよ。どうしよう。どうしたらいいのこれ。あ、止まれる。止まれた、止まれた。よかった、よかった。さあ、せよ。疲れたらまたここに来なさい。セーブはできないんだね。セーブできないのか。なんだ。セーブできると思ったのに。そう、前回セーブできてないんで、ちょっとぶっ続けで撮ってるんですが。どうしたらいいんだろう。どうしたらいい？出る？キャンプ。なんか別に何かが起こるっていうことはなさそうやけどな。もう一回リーダー話しかけたらいいんかな。ああ、そうだった。それではお客人方、それぞれのテントでどうぞ。ごゆっくりお休みください。あ、これで進むんかな？ここは俺の手さ。まあ、ゆっくり休んでいってくれ。ありがとう。わおーん、そして夜が明けた。ま、バイちゃん、誰かがこのテントに近づいてきてるでしょ。お前、聴覚いいんだな。ありがとう。誰だ？貴様らないもんだ。ここのメンバーじゃないな。死んでもらうぜ、バン。何？いや、二人のにさ、四人出てくるはなしじゃ。二人のに四人出てくるはなしだろう。通常攻撃どんぐらい入る？26がきついかもしれねえ。炎の強いは60入るね。魔法の方がいいな、これだったら。フレッシュ3で行こうか。よしよし、まず一体倒すのはでかい。確実に痛い。ああ、でも、ヴァンパイアは入れるけど、ダメージでかいけど大丈夫。ダメージはでっかいけど大丈夫。で、一体ずつ倒せてる。確実に。サンドがちょっと固めちゃいんやけど、ミランがやばいけど。ラナ3は全回復のままのはずやから、バグド2で、バグダムあったっけ、今。ピックの魔法が、そうだな、関係ねえから。ピッカーも杖殴りしとこう。杖ペチの方が強えから。で、クレッシュだね。クレッシュでいこう。燃費的にはクレッシュの方がいいから。倒しきれんかったか。
倒しきれんかったか。ちょっとラティションでミランさん回復させてて。殴ったら倒せるかな。そうそう。オッケーオッケーオッケー。あとはもう、いや、硬いな、意外と。魔法の方がいいか。バラスか。バラス、バグダムじゃなかった。バンクは殴ってもらおう。ピックも殴ってもらって、固定ダメージが出んかったか。イオリにもよって。フレッシュしとこう。で、ミランさんも殴っといて。全員がトマホーク持ってぶん殴る集団になってるけど。出た出た、60ダメージ固定はでかい、ありがたい。よしよし、倒した、オッケーオッケー。ちょっと怖かったね。手ごわい奴らだったぜ。でもなぜ奴らバンを狙ってきたんだ。わからない。もしやギャラムの手下だったのかも。しまった、ジーラが危ない。ジーラ、行こうよ、ミラン。俺は他の仲間のところに行ってくる。気をつけろ、バン。わかったよ。思ったより、朝なんだな。ミラは大丈夫なの？あ、セイラ、セイラがやられたわ。セイラさん。マジで？闇討ちされてるけど、セイラさんやられたって言われてる。テンパりすぎやろ、こいつら。テンパりすぎやし、裏切り者、狙うのが早い。あ、休める。ありがとう。朝になっちゃった。朝になっちゃった。ごめん。朝になっちゃったよ。あ、ジーラさんおる。今の闇討ち。そして、私はミランを待ち伏せした怪物。どうもおかしい。ジーラさん思ったより無事だった。多分このキャンプには裏切り者がいる。でも他人を疑い出したらキリがないよ。そう、相手の思うつぼやけどね、逆に。仲間同士戦わせるのが敵の目的かもしれないんだからね。そう、一人を裏切り者を潜入させるだけで、疑心暗鬼にさせるのが目的の可能性は高い。私はここで敵の出方を見るよ。そうすれば奴らを二手に分かれる。ん？二手に分けられるからね。わかった。で、リーダーのとこ行けばいいんかな？ぽいね。あと行けそうなとこないし。門番おめえ何やってんだよ。おお、おめえちゃんの見張りしてたのに、奴ら一体どっから侵入してきたんだ。いや、普通にレジスタントして活動してたらわからんでしょうか。敵にバレちまったんだな。お前裏切ってないよね。今のデート、直属のガラム親衛隊だ。なぜ奴らこんなところに。どこの誰やん。親衛隊。君たちに言っておくが、今からキャンプの中の裏切り者を借り出す。キャンプから出るなよ。おめえこそ裏切り者じゃねえのか。だから私はよこそ者をキャンプに入れるのは反対だったんだ。まったく。バカチンどもだ。こんな災難だぞ。どうやらここには裏切り者が紛れ込んでいるらしい。もうすでに容疑者を捕らえてあるけどね。そいつを処刑したら君たちをここから出してやる。物騒だね。いいのそんなことして。誰に裏切り者？お前？この中に裏切り者のスパイ、あのギャラム兵を捕らえてやるんだ。奴が犯人だったらさ、違うと思う。俺じゃない、頼む、信じてくれ。俺は裏切ってなんかいない。違うと思うんだけど。違うと思うんだけど、私。疑心暗鬼になってる。ちょっとジーラさんを抱きしめて。落ち着かせて。ジーラさん、行こうよ、一緒に。いや、私が謎解きすんの？謎解明すんの？マジで？レイトン教授かよ。どうすりゃいい？ミラン大丈夫？どうすりゃいい？私。すまん、君たちに我々の面倒ごとに巻き込んでしまって。いや、あいつらは俺たちを襲ってきたんだ。面倒を持ち込んでまったのは俺たちの方だよ、ミラン。真犯人を俺に探させてくれ。自分の始末は自分でつけたいんだ。バン。すまない。君たちにそんなことまでさせてしまって。何言ってんだよ。俺たちガラムを倒すっていう、同じ目的を持った仲間だろ。任せとけよ。名探偵バン。名探偵バンが始まったな。嘘より真実の方を語る。その方がずっと簡単なこと。まあそうだよね。なぜスパイミランやジーラが来る合理性を知っていたんだ。そうだよね。どうしたらいいんだろう。ま、幹部の連中ガラム兵を捕らえられた。スパイだったんだ。なぜあの、闇討ちの時に敵と一緒に逃げなかったんだろう。そうだよね。逃げればよかったのに、ジーラさん大丈夫？大丈夫そう。また大丈夫そう。ジーラさんは敵じゃないと思うから、大丈夫やと思う。おばあちゃんは？おばあちゃんは永遠に泊まらせてくれるにありがとう。もう二晩開けちゃった。二晩開かしてしまった、ここで。回復だけ無限にできる。
じゃあ普通にあれか、なんもないからまたリーダーのとこ行きゃいいんか。せっかくガラムーに攻撃をかける準備はできてたんやな。できてたから狙われたんやな。ちょっとメダルって言って、絶対お前らどっちかやと思うけど、私はこの幹部やろな。あ、何、真犯人を探す。無駄だよ、裏切り者はあのガラム兵だったの。それ証拠はあるんですか。あいつを信用して仲間にするのが間違いだったんだ。一度裏切ったやつは二度目も裏切るもんさ。まあ、来ていませんけど。違うって言われたら信じてやるもん。お前、リーダーなんだろ？リーダーなんだろ？リーダーのくせになんだこいつ。小心もめ。どうすんだよ、これ。バン君、なんか策あんの？バン君、何か策あるのかい？ガラム兵。あんたは違うよね。どうしたらいい？ジーラさん、ちょっとヒントちょうだい、ジーラさん、抱きしめて。ジーラさん、ダメだ。永遠にここで出方を待ってる。ミラン、おめえか？あの、ガラム兵だった男は裏切り者だとリーダーは言ってる。もし彼が、映っても処刑されてしまえば、もう真犯人は捕まえられない。どんなに裏切り者を見つければ、わかってるんだよ、そこは。そう、わかってるんだよ。分かってるんだけど、手当たり次第に話しかけて言ってるんだけど、おばあちゃんは絶対違うから。でもおめえでもねえだろ。なあ、ジャックもちげえだろ。お前じゃねえよな。後ろから声聞くとかそんなんでもないよな。違うな。いや、テントの後ろからさ、声を聞こえるとか。どういうことだってば。おめえか、あいつか、あいつか、あいつか、こいつか、こいつか、こいつじゃねえな。どうすりゃいい。このマップ内におるんやろ、敵が。で、どういうことだってばよ。やっぱ幹部じゃねえな、おめえらだろ。お前らだよ。借り出すとか言いながら全然借り出しねえのよ。借り出しないのよ、全然。どういうことだ？どうしたらいいんだろう。門番じゃねえの、意外と。意外と門番だと思うんだけどな。ジーラさん止めて。どうしたらいいの、ジーラさん。私、名探偵じゃねえからさ。どちらかというと、未来少年コナンの方だからさ。バン君どちらかというと未来少年コナンなんだよな、普通に。どうしようかな。なんか進む？でも、おばあちゃんどうしたらいい？おばあちゃん永遠に止めさせてくれてるけど。おばあちゃん、あの、3日目の朝なんですけど、ここで。事件が発生してから3日目の朝なんですけど。情報集まんねえ。全然情報収集できないんだけど。情報収集もクソもねえもんな。だっていねえんだもん、話しかけるような人が。どういうことだ？おばあちゃん。おばあちゃん、ジーラさん、ミラン、どうすればいい、私。なんか変わってない？あのガラム兵があんたに話したいことがあるってよ。やつは明日処刑だ。聞いてやれ。わかった。おい、お前。めり込むな、そこに。めり込むな。おい。俺は明日処刑される。俺は裏切ってなんかいない。でも他の誰かが俺の代わりに殺されるよりもマシだよ。軍を脱走してきた、賞金者の。卑怯か、卑怯者の俺を信じてくれたみんなのためさ。何言ってんのよ。諦めちゃダメ。私たち絶対にあなたを助けてあげるから。ありがとう。君たちこれを預かってくれないか？敵が襲ってきた。あの時、俺が切った敵兵が持っていたんだ。これを見てどうするかを君たちに任せる。イバドへの手紙。親愛なるイバド提督へ。偉大なるガラム大王様をお考えになった作戦は大成功です。レジスタンスどももまさかリーダーの私や。幹部が裏切って情報を連絡に流してきた。
気づくはずはないでしょう。反撃するのはお互いに疑い合って戦いどころではありません。なお例のバンとリムとかいうやつらはこちらで始末します。リーダールド。おい、ルドじゃねえかよ。そのミッションを見てもまだ俺は仲間を信じたかったんだ。俺を信じてくれたみんなも、おめえが一番リーダーにふさわしいわ、バカ。おめえがリーダーになれよ。ちょっと待って、リーダーぶっ飛ばしてくるわ。敵の皆さん、真犯人がわかりました。広場に集まってください。皆さん、広場に集まってください。全員ですよ、全員。全員広場に集まるよ。みんな、集まって。行くの、私が。わかったよ、行くよ。あ、位置変わってる。リーダーさんよ、あんた汚すぎるぜ。このミッションを読ませてもらったよ。げ、なぜそれを。まあいい、どうせお前らには死んでもらうからな。知らずにおれば命だけは助かったものをね。だいたいレジスタンスもいくらその人も湧いてくる虫けらのようなものだ。貴様らが生きておられるのも、ケラム様は今の邸宅の心が広いおかげなのだ。生かすも殺すもな。ひどい、ひどすぎるわ。あなたそれでも人間なの。もう人間やめてるんだよ、きっと。覚えておけ。大人の世界にはこういう生き方もあるんだよ。ああ、覚えとくよ。そういう最低な生き物があるってことの生き方だった。おだけこそ、貴様らとジーラは首だけでガラム様のところへ行ってもらうぞ。そいつはちょっと難しいよ。ジーラさん、ジーラさん、行くぜ。一人かよ。他の二人はどこ行って、ジーラ強えな。他の幹部二人はどこ行ったの。どうして。とりあえずやることは決まってますよ。ボス戦でしょ。ノーラムチャレンジですよ。入った。ノーラムチャレンジからのパンチだな。木製ガチパンチ。またパンチだ。強っ。俺強やけど、ここはピックをラティション要因で回復させて、リムちゃんで、ラティってなんだ、ちょっと待ってな。はい、魔法一覧カモン。魔法一覧カモン。カモン。魔法一覧。ラティって何？サティなら知ってる。ラティって何？ラティ。あ、ラティの、あ、サイキックの方か。あー、全員の HP 全回復技か。ラテリーが状態上完全回復か。あー、アルティスってなんだっけ。あ、全体ダメージね。はい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 。そうか、サイキックになるのか。こいつはバーンかフレッシュやな。でも通常攻撃でもいい気もするな。ノーラムって二重にかかるのかな。ワンの時は一重しかかからんかったけど、一重ですね。一重でした。バンクのとかはいいか。魔法やっぱね、サイキックじゃないんだ。で、リムちゃんはボールでちょっと回復しといて。ジーラさんで、あ、いいね。あ、ジーラさんの特殊攻撃持ちか。バンクを回復させたいから、誰か一人が回復役で追って、あとはみんなで殴ればいいかな。そうだね。セラムの石は無限じゃねえけどあるから。そうだね。だいぶ攻撃はあるけど、ちょっと二角取られてるからな。ちょっと二角取られてるのきついけど、あ、でも安定はできてるね。誰か一人が回復に回れば大丈夫やから。まだだってラディション打ち放題やけん。ラディション打ち放題だから全然大丈夫。ちょっとジーラさんの火力、ジーラさんの火力があれだな。まだラディション打てるから。これ薬草やときて、おいしやったし。いや、リホ。間に合ってよかったよ。私も奴らがうさんくないとは思ってたけど、確信がなくてね。
私もだいぶ言ってたけど、まさか幹部じゃなくてリーダーだったとは思わなかったな。リーダーまで裏切ってるとは。ミランたちはこれからどうするんだろう。大丈夫、あのレジスタンス裏切り者のさ、ガラム兵がリーダーになるよ。大丈夫よ、きっと。さあ、みんなのところに行きましょう。え、ジーラさんはそのまま追ってくれるの？ジーラさんはそのまま追ってくれるんだ。助かる。ちょっとバークラタイプ、安かのぐらい行くと思うんだ。いいじゃん。仲間と話したんだから、ミランも新しいリーダーにするんだ。いいとは思うよ。私が死んで私の子供たちが子孫に永遠に語り継ぐって、この見習いコズミックハンターが。じゃあ、回復させて。あ、ゆっくりさせてくれる。ありがとう。回復させてね。で、いや、俺たちはここに残りはせんし、ミランどこだ？ミラン、まだお前自分のテントにこもってた。まさかリーダーたちが裏切っていたなんて。でも俺たちは諦めないよ。諦めんなよ。前を向けよ。たとえ全世界を敵に回しても、ガラムを倒すまでは、最後の一人になっても戦ってみせるさ。ああ、信じてるよ、ミラン。あんたならきっと新しいリーダーになって、立派にやれるよ。そうよ、キャンプのみんなもそう思ってるわ。それにミラン。あ、ミランをずっと見つめてる人もね。ありがとう、バン、ビム、ピック。君たちのことは決して忘れないよ。あ、ビブラゴータ、センキュー。ジーラさんのことも言ってあげなよ。ジーラさん、ついてきてくれるの？本当に？我々も目が覚めたって、仲間のことも信じられなきゃ戦いは無意味だよな。そうだよ。行けるジーラさん、行こう。ちょっと街まで行きたい。街まで行きたい。ちょっとマップ見させて、ジーラさん、ついてきてくれてる、嬉しい。街遠くね？え？めちゃめちゃ街遠いんだけど。本気で言ってる？本気で言ってますね、それもしかしなくても。めちゃめちゃ南西なんだけど。え？え？本気で言ってますか、それはもしかしなくても。ちょっと、あ、チーラさん装備見して。ペトルの剣は同じ。鋼鉄の鎧になってる。炎の盾にはクリーンだって。めちゃめちゃいい装備してんじゃん。そうだよね。一番近いところって。南西の方だよ。じゃないと洞窟に戻っちゃうから。洞窟なのか。そう、洞窟、ん？洞窟じゃねえのか、ごめん、マップなんか見てごめん。下に行くんは後々やろ、多分。だから、西ってか、左の黄色い点に行けばいいんやろ。じゃあ、このまままっすぐだけど。敵は幸い強くないね。助かるね。せっかく4人いるから強くてもいいんだけど。いや、でもノーラムを覚えたのはでかいね。リムちゃんがノーラム、次倍かえね、リムちゃん。頼むね。リムちゃんだけなんやから。てか、バイカーとかってお前魔法やったのにさ、ノーラムとか。サイキックに入るんだね、今回。あんま、くぐり分かれてないんかな？迅速サイキックと魔法でさ、完全に分かれとったけど。あんまりそこの境界線が緩いのかな、この作は。なんかいっぱい広げ知れることが楽しいわ。ジーラさん助かります。もうずっと一緒にいてください。もうずっと一緒におってくれ、ジーラさん。あ、もう来た来た、着いた着いた。セーブしよう。別れないでね、ジーラさん。あ、よかった、ジーラさんまだついてきてくれる。助かる。じゃあ、装備見よっか。売ってっかな。ちょっと大きめの街だけど、BGM 不穏なままだね。この街を襲いに来るやつは、どいつも騎士みたいな姿をしてる。何が不気味なんだ？何？音量の類だ。警戒視する？警戒視日本やからダメか。知事って言うとるけんな。もうなんて町？聖地、キルクス騎士団を支配するレザの町やった。キルクスって言うや。読みにくい。キルクスやった。あ、クリスタルソードと水車の杖だって。ココトラスってな。
的な化石ダメージ半減か。ちょっと見さしてね。クリスタルソードと、アイテム一覧で、クリスタルソードと、クリスタルソードと、クリスタルソードか、なんだっけ、氷の水晶の杖か。水晶の杖、45、クリスタルソード40だから、バンバン装備できるのかな、水晶の杖って。いけるね。水晶の杖特殊効果がないから、ピックはそのままにしておこうか。ブレストプレートは全員やし、精霊の羽。精霊の羽？これもらったやつじゃない？セラムから。いや、気のせい、気のせい、気のせい。バトルは精霊の羽もらったな。売るな、そんなもの。そういうものを売ってないでおくれ。守りの杖もいらん。なんか今、歌いかん方打ったな、私。あ、そうだね。もったいねえ。はい、じゃあ、水晶の杖を。リムちゃんで。わかった。じゃあ、杖で殴る集団になったんだね、次は。で、装備しましょう。精霊の羽普通に売ってるんだなぁ。ちょっとショックだなぁ。セラム、ちょっとショックだわ。ナイトシェル、縦系って全然でも。そうだね、縦系はナイトシェルとかまだ強いんか。そうだね、仕方ないね。まあいいでしょう、現状最強装備ですね。トルクの剣の方が強いんだろうけど、多分。村屋の探索は次回にしましょう。今回は時間いい感じなんで、この辺で終わりたいと思います。セーブだけもう一回させてね。はい、ありがとうございます。それでは次回ですね、この街の探索をして、なんか不穏な空気がね、流れちょるんで、あるんでしょう、また大きなイベントか。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。